で、ここからですね、じゃあどうやってそのアライグマを捕まえて減らしていくのか、まあ、農業被害で言えばどうやったら有効にですね、その被害を防いでいくのか、防いでいけるのかっていうような話をしていきたいと思います。まず、アライグマを捕まえるために一般的に使われるのはこういう箱罠って呼ばれる、檻状の、罠になります。で、大きさはですね、まあ、中型獣類を捕獲する一般的な大きさのものでいいんですが、だいたい30センチ四方の間口があって、奥行き80センチぐらいあるものでよく捕まえていました。まあ、これ以上大きければですね、アライグマを捕まえるのには別に、適してますよということになります。よく仕掛けにですね、踏み板式っていうのと、板を踏むとですね、こう扉が閉まるタイプと、あと餌を上から吊るしておいてですね、その餌を引っ張ると扉が閉まるタイプがあって、どっちの罠の方がアライグマに適してるんですかって言われるんですが、まあ、これに関してはですね、いろいろ試してみましたが、捕獲効率はそんなに大きく変わらないと思います。なので、どちらでもですね、好きな罠を使っていただけたらいいかなと思います。若干ね、吊り下げ式罠の場合は、餌を手前に引くことで扉が閉まる形をしてますので、少し奥行きが深いものの方がですね、確実に取れるかなと思います。で、また一方でですね、踏み板式罠の場合は、下に餌を置く形になりますので、地面が濡れてたりするとですね、すぐ餌が腐ってしまったりっていうようなこともあるので、まあそういう使う環境とかに応じてですね、どちらか好きな方を選んでいただけたらいいかなというふうに思います。ポイントの2つ目はですね、逃走防止機能ですね、ストッパーとかっていうんですが、扉が閉まった後に、罠の中の動物が勝手に扉を開けて出れないようにですね、ロックがかかる、そういった機能のついたものを必ず使うようにしてください。まあ、アライグマ対策のね、初めの頃っていうのは、近所の鉄工所とかで重たい扉の罠とかを作っていただいている人がいて、扉が重いからアライグマ、指かけても持ち上げられないだろうということでですね、そういう罠も使われてましたが、まあ、僕が知ってる限り100%アライグマ逃げてましたので、ただ重さだけで閉じる罠っていうのは、アライグマには無効だということです。きちんと扉にロックがかかるようなものをですね、選んで購入されることをお勧めします。罠の強度に関して、実はこれ非常に重要ですね。今、右の写真にあるのは、アライグマがですね、その罠の溶接をちぎって逃走した後になります。で、捕まったアライグマの様子を見るとですね、ものすごいですよね。で、アライグマっていうのは非常にですね、こう力が強くて、身体能力も優れてますので、ちょっとでもですね、緩むところ、ガタガタ動くところがあると、そこを徹底して襲ってですね、破って逃げてしまうというようなことが知られています。で、なので、ちょっとでもですね、ガタガタ不安な場所があれば、そういうところはもう針金とかで補強してから使うようにしてください。もう血だらけになって逃げたようなアライグマはなかなかもう一回捕まえるのは難しくなりますので、捕まえた個体を逃がさないということがですね、非常に重要になってきます。で、今みたいな映像をお見せするのにはですね、一つ理由があります。で、アライグマが凶暴だよっていうことを伝えたいメッセージではなくて、実はですね、この映像を見せた理由は、アライグマには実は個体差が非常にあるんですね。で、中には非常にこうおとなしくって、罠の隅でカタカタ震えてるような個体もいるので、一見するとですね、可愛いぬいぐるみのように見えたりします。で、可愛いからって言ってですね、罠の隙間から指入れて撫でたりですね、最後の晩餐で餌をあげたりしてる人はよく見かけるんですが、もうそういうこと絶対やめてくださいっていうための映像です。個体差があるので、おとなしいものからですね、今みたいな荒々しいものまでいるんですが、すべてのアライグマは同じぐらいの高い身体能力を持ってますので、その気になれば一瞬でですね、今のアライグマみたいな行動を取るようになります。ということはですね、下手に指を入れて可愛いからって撫でようとした瞬間にバンってアライグマが動けばですね、当然指をちぎられてしまったり、大怪我をする。まあ、感染症に感染するリスクっていうのも高まりますので、近所でですね、アライグマを取ったら、近所の人とか寄ってきますが、絶対にですね、その指を入れたり、撫でたりしないようにということで、皆さんが管理していただければというふうに思います。はい、ここからはですね、じゃあ実際箱罠を使ってどうやって捕獲をしていくか、その手順について説明していきます。大体5段階ぐらいに分けて解説をしていきます。
で、まずですね、動物を捕るために最も重要なのは何かっていうと、動物がですね、たくさんいる場所に罠をかけていくってことだと思います。なので、確実にアライグマがそこにいるっていう場所にですね、適切に罠をかけるということになります。適切に罠をかけるためには、アライグマがそこにいるっていう確実な情報をつかむことが必要になります。じゃあ、確実な情報っていうのは何かって言ったら、例えば死体があったとかですね、あと写真で撮られた。足跡がついていたとかですね、触痕、特徴的な、ね、痕跡を残す、被害が出たとか、そういった情報があると、アライグマがいるよっていうことが確かめられます。まあ、直接目で見たとかですね、この触痕以外の被害情報とか、糞とか爪痕っていうのは、なかなかですね、まあ、曖昧な情報が多いので、これだけで、アライグマがいるっていう確定情報にはならないんですが、参考になる情報を見つけたら、左側にあるような情報を探してですね、間違いないなって分かったところで罠をかけるようにしていただければと思います。死体に関してはですね、一見すると何の情報も得られないなと思うんですが、実はそうじゃないですね。メスの成獣個体ですね、おっぱいが張っているようなお母さんが捕まった場合には、当然それを授乳してた、子供の姿が近くにあるはずです。逆にですね、体重2キロ、ぐらいのですね、子供が捕まった場合には、まあ、その兄弟とですね、それに授乳をしているであろうお母さんが近くにいることになりますので、捕まえた個体がですね、メスなのか、成獣なのか、幼獣なのか、そういったことが分かれば、その場所にまだ他にアライグマがいる、ではないかっていう推測が成り立つということです。まあ、ちょっとね、捕まえた動物をこうやって細かく見るのは、気持ち悪いかもわからないので、まあ、できる範囲でいいと思うんですが、おっぱいを明らかに張ったメスが、交通事故とかで死んでいれば、その近くに、子供が取り残されている可能性がありますので、そういうところで捕獲をしてみてもいいんじゃないかということになります。写真はですね、今非常にこうセンサーカメラとかも安く手に入りますので活用していただきたいんですが、写真からわかる情報たくさんありますね。複数のアライグマが写っていれば、最低でもその頭数、そこにまだいるということになりますので、そういう情報、まあ、さっき言ったような成獣幼獣の見分けができれば、どれぐらい捕獲をする対象がいるかわかりますので、そういった情報を得てから捕獲をするようにしていただきたいと思います。足跡もですね、アライグマでは非常に有効な痕跡情報になります。アライグマの手足の形は、もう人間の手足の形と非常に酷似してますので、手のひら見ていただいたら分かるんですが、5本の指が、独立してですね、非常に長い指持っているということになります。足の裏には肉球がありませんので、まあ、地面につくとですね、こんな風な人間の手形、足形みたいな跡がつくのが特徴になります。で、地面が硬くてもですね、まあ、この、右側の写真にもあるような、ピンク色になっているところが地面によくつく場所ですので、手のひらの先にですね、ちょっと離れたところに5本の指跡がつくみたいな形で、5本の長い独立した指があるっていうのが痕跡から確かめられます。で、たとえですね、指型がしっかり見えなくても、アライグマの足跡だって分かる場合があります。まあ、この左側にあるですね、耕したばかりの畑の上についた足跡なんていうのは、これアライグマのだって特定することができるんですね。で、なんでそれができるのかっていう話なんですが、これはアライグマのですね、特徴的な歩き方に由来するものです。で、アライグマはですね、通常こう右の前足の横に左の後ろ足が来るんですね。で、左の後ろ足の横には、違う、右の後ろ足の横にはですね、左の前足が来るっていう歩き方をします。この歩き方をするためにですね、小さな前足と大きな後ろ足がですね、交互にこう入れ替わりながら、2つずつ並んでですね、40センチ、50センチぐらいの間隔でこう、ついていくっていう、特徴があります。日本の在来の動物はですね、下のタヌキに書いているようにですね、左の前足の跡を左の後ろ足が追っていくような歩き方をします。この後ですね、右の前足の跡、この右の後ろ足が追って、同じ穴にですね、こう足跡が2つずつ入っていくような歩き方をしますので、右の列とですね、左の列ができて、こう蛇行したような足跡になるのが、日本の在来動物の歩き方になります。ですので、アライグマみたいな歩き方をする動物は日本にいないので、この痕跡を見た瞬間にですね、あ、これアライグマの足跡だっていうことが確かめられます。
どういう場所で足跡を探したらいいかなんですが、まあ、近所にあるですね、側溝とか水路、アライグマ非常に好んで利用する場所ですので、そういうところにですね、ある足跡を探していきます。まあ、こう川のところを横断するね、送水管の上とか歩いてたり、あと橋とか高速道路のですね、水が直接当たりにくいようなところのぬかるみには、こうやって足形がペタペタとついてたりします。こんな感じですね。で、泥の中を歩いてますから、アスファルト上横断したりすると、さっき言った2個ずつ横並びになった足跡が点々と続いてたりします。水田やマルチシートとかですね、防草シートの上も、足跡を検出するのに非常に便利なポイントになります。アライグマはですね、農作物被害を出すときだけ、そこを来てるわけではなくて、まだ、果実が未熟なうちにですね、作物が未熟な段階から、下見に来てますので、こういう段階でですね、アライグマの、訪れていることを足跡で判定できれば、効果的にアライグマの、捕獲を進めることができることになります。納屋とかですね、倉庫の中では、埃が積もるので、その埃の上にですね、アライグマの足跡を見つけることができます。倉庫の中でいうと、重機の上とかもですね、非常にアライグマ好んで使う場所ですので、そういうところでアライグマの足跡を見つけることができれば、効率的にですね、捕獲を進めることができると思います。このようにですね、アライグマの足跡の情報っていうのは非常にこう特徴的ですので、間違いようがない情報になりますし、鮮度もですね、確認することができますので、知っておくと非常に便利な、痕跡情報になると思います。その他の痕跡としては爪痕や糞が考えられます。爪痕に関してはですね、5本の長い爪痕が、こうビュッと、引っ張るようについたりするんですが、この情報はですね、意外に剣とか、在来の他の動物でも似たような痕跡を残してしまうので、なかなか、判定がしづらいこととですね、一回古い柱とかについた痕跡でなかなか消えませんので、鮮度の判定に非常にこう、苦労するような情報かなと思います。で、糞の方はですね、屋根裏に、例えば犬のようなうんちが落ちていれば、まあ、アライグマかハクビシンを疑うことができるんですが、これもですね、糞、個体によってとか食べているものによっていろんなバリエーションがありますので、なかなかこの情報だけでですね、あ、これアライグマだと特定できるようなケースっていうのは少ないんじゃないかと思います。ですので、こういう情報を見つけた場合はですね、その周辺に足跡を探すとかですね、より確実性の高い情報を探すきっかけにしていただければいいかなと思います。で、その上でアライグマの足跡が見つかるようであれば、その近所で捕獲をするというような情報として、利用できるかなというふうに思います。触痕もですね、特徴的な痕跡を残すものがあります。スイカとかメロンの場合は、こう、大体5センチぐらい、直径5センチくらいの丸い穴を開けてですね、中をくり抜くようにして食べる。そういう特徴があります。あと、ブドウですね。ここに今、ブドウ被害の映像があるんですが、アライグマ非常に木登りも得意な動物でしたよね。なので、ブドウ棚の上からですね、逆さになって、袋を破って一粒ずつですね、食べていく様子が映ってます。で、ちょっと注目してほしいのは、この暗がりの部分ですね。この下の部分見てると、時々ですね、白いカスがペッペッと落ちていくのがわかります。今落ちましたね。で、これ何かっていうと、アライグマがですね、こう、ブドウの皮を、口の中でしがんだ後に吐き出してる、その皮なんですね。で、アライグマは苦いものは何も食べたくない動物ですので、口の中でしがんだ後ですね、皮をペッペッと吐き出していくと、その皮がですね、ブドウ棚の下に散乱する。一晩での食害量も非常に多いのと、その下に残された皮の残留でですね、まあ、アライグマが被害を出したんじゃないかっていうことが推測できます。最近ね、マスカット系のブドウで皮ごと食べられるやつがね、アライグマの食害を受けたりしてたんですが、その場合には当然皮を吐き出さないでそのまま食べてしまうので、まあ、赤系とか黒系のね、皮は食べられないブドウの場合は、その皮の残留っていうのは一つ根拠になるかと思います。あと、今みたいにですね、袋をこう抱えてブドウ棚の上に引き上げるっていう行動もアライグマ独特の行動ですので、袋が棚の上に乗ってたりするとですね、まあ、アライグマの可能性がかなり高くなってきます。
で、その他ですね、まあ、左にあるイチゴ、ヘタギリギリまでですね、食べてしまったり、あとトウモロコシですね、後ろ足で立ち上がってこう皮を剥くような食べ方をするんですね。アライグマはかかとまでが地面につく動物ですので、2本足で立ち上がることができます。で、立ち上がった後で、口と手を器用に使ってですね、この皮を剥いて、中の身だけを食べていくんですね。ですので、さっきみたいにバナナの皮を剥いたみたいにですね、皮がきれいに剥かれて、中の身だけがきれいに食べられていくっていうような食痕が残ります。で、こういうような食痕が畑の中心にこう集まってたりすると、あ、これアライグマだなっていうことが推測できたりします。で、その他、備蓄している配合飼料とかですね、お米とか、これはもみ殻ですけどね、冬になると食べ物がなくなるのか、そういう備蓄されたものも結構襲い出しますので、そういう倉庫にですね、アライグマが入り込むと、非常に深刻な被害が出るということが、言えます。で、アライグマが間違いなくそこにいるなって分かったら、いよいよ捕獲なんですけれども、どこに罠かけようかということですね。移動ルートを見つけて、そこに罠をかけるとよく取れます。じゃあ、アライグマどういうところを移動するのっていうことなんですが、よく移動するルートはですね、こういう水辺の環境が多いです。水辺とか防風林とかですね、身を隠して行動できるようなところをアライグマは好んで利用しますので、まあ、ご自身の、敷地内で、こういう小川とかですね、竹林とかがあれば、そういうところでですね、アライグマの罠を設置するとよく取れるよっていうことになります。まあ、地域ごとにですね、罠をかけていい場所、いけない場所のルールがあるかと思いますので、そういうルールを守っていただいてですね、罠をかけて効率よく捕獲をしていただきたいと思います。で、例えばですね、農作物被害が起きたとき、どこに罠かけようかって言ったらですね、アライグマの侵入方向ですね、やってきた方向に罠があった方がいいですね。じゃあ、アライグマどっちから来たんだろうってよく相談を受けるんですが、農作物被害がですね、集中している側から来ていることが多いです。例えばここね、スイカの畑がありますけれども、左側には全然被害がなくてですね、右側に被害が集中しているとすれば、この水路を伝って、右の上の方からですね、アライグマが来ているということが推測できます。例えばここでトウモロコシ被害があるけど、他のどこでもトウモロコシ被害が出てなければですね、この田んぼの脇を通ってアライグマが、左側からアプローチしているということが推測できますので、そしたらその手前側でですね、罠を設置することで効率よく捕獲ができるっていうふうになります。で、被害があった時にですね、皆さん罠かけたがるんですが、よくやるのがですね、被害に遭った農地の中にですね、罠を置くっていうことが多いと思います。ただですね、この被害のあった場所が、アライグマを捕まえやすい場所かっていうと、必ずしもそうではないですよっていうことです。まあ、考えてみたらわかるんですが、例えばここ、ブドウ棚被害出てますが、その下はですね、罠を置いても、上にですね、いくらでもタダで食べられる新鮮なブドウがあるわけですから、誰も狭い檻の中でですね、干からびたブドウを食べるよりも、木の上になってる新鮮なですね、危なくないブドウを食べた方がいいに決まってますから、農地の中で捕獲をしようとすると、なかなか効果的にですね、捕獲が進まないっていうことが言えます。ですので、考え方としてはですね、被害は、柵でしっかり防ぐと。で、その上でですね、動物のアプローチしてくる方向に向けて罠を置いて、水路とかですね、こう防風林の中、アプローチする前にですね、美味しい餌を提示することで捕獲の効率を上げていくことができるよということになります。まあ、同じようにですね、住み着いた家の中とか納屋の中でも取れなくはないんですが、まあ、そこから流れ出る河川とかですね、それに隣接する防風林の中、彼らが餌を食べに行くルート上にですね、罠があった方が効率はよく取れるよっていうことが言えると思います。まあ、環境としてはですね、こういう水辺の環境、よく取れますね。三面張りの水路の中でも、そこからこう上がってくるような道がありあれば、そういうところを必ず登ってきますので、そういうところで罠をかけるとよく取れるよということです。
ただ当然ですね、大雨が降った時は増水しますし、ダムの、ね、下流とかにある場合は放水するとですね、急激に水かさが増したりすることがあるので、罠を設置される方はですね、トラブル回避のためにも事故防止のためにもですね、水位の増減には常に注意をして適切に管理をしていただければと思います。で、林内はですね、まあ、防風林とか竹林とかいろいろあると思うんですが、まあ、他の野生動物でもいいので、獣道を頼りに罠をかけるといいと思います。で、アライグマはですね、まあ、基本的に歩きやすいところを歩きますので、いろんな動物が通った踏み固められた獣道があれば、そういうところを積極的に利用することが知られています。獣道を潰さないようにですね、そのちょっと脇に控えるような形で罠を置いてあげると、よく取れるかなと思います。人家周辺でですね、アライグマを取ることも有効です。住み着いた納屋の中とかね、家の中で取ることもできるんですが、この時気をつけていただきたいのがですね、捕まったアライグマ、じっとしてるわけじゃないですね。朝まで一生懸命逃げようともがきますので、そうするとですね、罠の周りのものを巻き込んでしまう、引き込んでしまうということが、知られています。で、一生懸命逃げようとするんで血が出たりですね、うんちやおしっこ出たりしますと、板が腐ったり、床が腐ったりします。下手に屋根裏の中でですね、アライグマ捕まえてしまったりすると、非常に大きな汚染が発生することがありますし、捕まった罠のままですね、アライグマを屋根裏から下ろすのは至難の業だと思いますので、基本的には家の外で、捕獲をすることをお勧めしています。まあ、捕獲後のことも考えようってことですね。まあ、これ捕獲された罠の下ちょっとずらしてみると、こうやって血がバーッとついていたり、うんちとかおしっこがですね、たくさん残ったりしますので、大事な家財道具とか家具とか建物がですね、汚損する、感染症のリスクも上がりますので、下手に家の中、建物の中で取らない方がいいですよっていうことをちょっと知っておいてください。で、農地周辺ですね。やっぱり皆さん罠かけると思うんですが、農地の中にやっぱり罠を置いといて取れないことないですね。これ実際アライグマ捕まってますが、気をつけなきゃいけないのはですね、捕まったアライグマだけじゃないっていうことです。さっき言ったように、アライグマは家族で行動しますので、1頭捕まえてもですね、周りに親兄弟がいます。で、そうするとですね、この親兄弟は1頭捕まると、その周りでずっとこう農作物を食べながら、うろちょろする、傾向がありますので、かえってですね、農地の中で動物捕まえてしまうと、周りの被害がひどくなるっていうのことも、知られています。ですので、考え方としてはですね、しっかりとアライグマの、作物へのアプローチを立って、水路とかからやってくるその進行方向で、しっかりとアライグマ柵の外でですね、捕まえていくっていうことだと思います。放棄作物とかね、こういうのを散ってると、こういうものに餌ついてしまいますので、罠の中の餌相対的に魅力が下がってしまいますので、どっちかっていうとこういう、廃棄作物が周りにあるような環境、捕まえにくい環境かなと思いますので、しっかりと、廃棄作物管理していただいてですね、罠の中の餌の魅力を、高めるような工夫をしていただきたいと思います。で、あくまでも、捕獲をすることっていうのは一つ目標ではあるんですが、皆さんの作物被害対策として罠をかける場合には、まあ、あくまでも被害を防ぐっていうことが最優先なんだっていうことを考えてですね、作物の被害防止、それが、ひいてはですね、捕獲の効率化にもつながるんだよっていうことで、対策をしていただければと。じゃあ柵はどんなのがいいのってことなんですが、まずですね、この物理柵、ネットのフェンスだとかですね、ワイヤーメッシュ、金属製の金網のフェンスとかですね、そういったものではアライグマは防げませんよっていうことが、分かってます。これ昔僕が北海道で撮った映像なんですが、トウモロコシ畑からですね、帰ってくるアライグマの親子の映像になります。まあ、1頭目がですね、向こう出て行っちゃいましたけど、2頭目、出たやつここにいます。で、3頭目がですね、柵の中から出ようとするんですが、なぜかアライグマはそれを引きずり下ろすんですね。それで、またジタバタした後ですね、中の個体が、こっち側のアライグマの精子を振り切ってまた飛びます。そうするとですね、またこいつが引きずり下ろすということで、まあ、この年に生まれた子供が、このネットを使ってじゃれて遊んでる映像になります。
ということでですね、この時まで北海道の農家さんはですね、ネットが何センチ、130センチ以上あったらアライグマ出れないんだとかですね、上をたるませといたら力が入らないから登れないんだとかいろいろおっしゃってたんですが、まあ、この映像を見てですね、あ、ネットとかフェンスではアライグマ侵入は止められないんだなということを理解していただいた、ちょっと思い出深い映像になります。アライグマの被害を効果的に防ぐためには、電気柵が有効になります。電気を使った柵を設置することでですね、アライグマは、しびれて、その柵に近づくことを、ためらうようになります。これはサージ宮脇のジンさんからお借りした映像なんですが、実際ですね、アライグマは農地に訪れた時に鼻で電気に触って、全身に電気を、繰り返し受けたことで、再びですね、電線に触れることをためらうようになります。で、こういう心理的な抑止効果によってですね、柵の中に侵入させないっていう、心理柵って呼ばれる柵のタイプなんですけれども、アライグマの侵入を防ぎたい場合は、こういう心理柵を使うのが有効になります。で、電気柵ですね、使う場合にはいくつか守っていただきたいルールがあります。で、1つ目はですね、潜り込めるとは思わせないって書いてあるんですが、地面とですね、電気柵の間、大体10から15センチくらいの間隔で、それぞれの線の間も10から15センチくらいの間隔で3段張り以上ですね、張っていただくといいと思うんですが、地面に凹凸があるとですね、そのへこんだところから潜り込んでしまったり、柵線と柵線の間が大きく開いているとですね、またいで入ったり、するようになります。で、そうするとですね、動物の外皮っていうのはほとんど電気を通さない、分厚い紐で覆われてますので、お腹で触ったり背中で触るだけでは電気が通らないので入られてしまうことになります。またですね、被害が発生した後にですね、柵を設置すると、もうその作物に非常に執着してますので、たとえ電気のショックを受けても、あれやこれやするうちにですね、攻略を見つけてしまいかねませんので、被害が出るより前にですね、必ず電気柵は設置して整備をしていただきたいということです。で、一番問題なのはですね、このしびれない電気柵を設置するっていうことなんですけれども、電線に電気を通さない状態で、偽物の線を張っていたり、電源本体をつけていない電気柵っていうのを農地で見かけることがあります。またですね、収穫終わった後とかで、もう線は張ってるんだけど、漏電した状態で放置していたりっていうのも問題になります。で、これは何でかっていうとですね、電気柵、さっき言ったように心理的な、恐怖を元にした柵ですので、触ってもしびれないということを逆に動物が学習してしまうと、鼻でですね、触ることなしにいきなり潜ったりまたいだり始めてしまうということです。これ実際ですね、柵の効果が消えた、ところでのアライグマの行動なんですが、10センチ間隔、15センチ間隔で張っててもですね、そもそも柵を恐れないアライグマは、いきなりまたいで入ってしまう。もしくは、このようにくぐって入ってしまうと、ほとんど電気ショックを受けることなくですね、中に侵入してしまうことが分かっています。で、こうやってですね、電気柵を恐れずに、鼻で触ることなくですね、侵入体質を繰り返すようになると、しっかりですね、電気が通るように、管理していた農地までもがですね、電気柵の効果を失ってしまいますので、非常に近所迷惑な話にもなりますので、電気柵は張っている以上はしっかりと、通電をしておくと。通電をしないんであれば撤去していただきたいと思います。アライグマの存在を確認して、侵入方向ですね、侵入ルートを検出できたらですね、実際罠を設置していく作業に入ります。この時のポイントは、まあ、アライグマが入りやすいように罠を設置することになります。グラグラするような罠だとアライグマは警戒して入りにくいですし、罠が藪の中に覆われてたらですね、中入るの怖いですよね。で、アライグマが、入ろうとするのは目の前にですね、罠の前にこう木が立ってたりすると、やっぱりそういうのも警戒になりますので、罠の前は、きれいに開けて見通しのいいようにしておくっていうことも重要だと思います。で、設置したらですね、杭とか、重しを置いてですね、罠が転倒しないようにしておくことをお勧めします。さっき言ったですね、ストッパー機能っていうのは大体の罠で、転倒すると外れてしまいがちですので、転倒すると、動物が水没して死んでしまったりですね、逃げられてしまったりっていうことが、発生してきますので、罠は転倒しないようにしっかり地面に杭とかね、ペグとかを使って固定するようにするといいと思います。
で、あと、罠の前にですね、雑草とか草がいっぱい生えてると、それが扉に挟まってですね、その隙間を使って逃げられるってこともありますので、罠の前っていうのは草刈りちゃんとしてですね、しっかりと捕獲できる体制を作ってから、罠を設置していただきたいと思います。で、罠を置いたら餌をまくんですが、我々がよくやる、餌のまき方はですね、罠のステップの奥に、本命の餌を入れるんですが、その手前にですね、奥へと誘導する餌をまいて、外にはですね、まき餌をまきます。で、このまき餌っていうのはですね、非常にアライグマの捕獲には有効な、手段になります。で、その理由がですね、アライグマの餌探索活動を見てるとわかるんですが、これちょっと川の中でね、餌探索をしてますが、目とか口とか鼻を使ってっていうよりは、アライグマの場合は、さっきの鯉の、食害の映像もそうだったんですが、手のですね、タッチパッドを使って、手で餌探索をするようなことをします。ですので、最初にですね、タッチパッドで餌を踏むことによってですね、餌のありかを、知るようなことになりますので、蒔絵がないとですね、中にどんな魅力的な餌を置いといても、スーッと横を素通りしてしまうことがあります。ですので、蒔絵をですね、必ず罠の周りに、大量じゃなくていいので薄くしてですね、アライグマにここに罠があるよ、餌があるよっていうことをですね、気づかせるようなことをすると、捕獲効率が上がることが分かっています。で、餌はどんなのがいいかってことなんですが、基本的に雑食性の動物なんでね、大概のものを食べます。ただ、その中でも好きなものがやっぱりあって、油の匂いの強いものとかね、砂糖振って甘いものとか、甘い匂いがするものなんかやっぱり好んで食べてるような気がします。で、インスタントラーメンとかね、パンとかドーナツ、お菓子。お菓子は袋菓子を上手に使うとですね、雨に当たらずに匂いだけを発散することができるので、割と日持ちをしてですね、餌を、設置することができたりします。で、配合飼料、トウモロコシ大好きなので、乾燥トウモロコシの入った飼料とかですね、牛の餌、豚の餌ですね、あと落花生とかね、こんなものを使うこともありますが、坂東市さんね、落花生大事な基幹作物ですので、こういったものを使うよりは、人工的な餌を使った方がですね、いつでも安定的に餌を供給できますので、そういうものを試すといいかなと思います。で、あともうどうしても取れないなっていう時に肉とか魚を使ってですね、一発で取ろうってすることあるんですが、基本的にこういう餌を使うとですね、猫とかイタチとか肉食傾向の強い動物が捕まりやすくなりますので、いざという時のためにちょっと取っていたらいいかなって思います。あと、果物類、後でもちょっと言うんですが、猫の錯誤捕獲ですね。猫が間違ってかかることが多いような環境だと、果物、リンゴとかブドウを使うと猫の捕獲ぐっと減りますので、果物類っていうのはそういう混獲防止用に使うといいかなと思います。ちょっと高いんでね、いつも使えないっていうことです。で、ポイントは新鮮な餌を使うってことですので、日持ちをする餌を使うか、頻繁に交換するというようなことが一つポイントかなと思います。はい、罠を設置したらですね、いよいよ捕獲を開始します。ポイントはですね、毎日、必ず見回りをするということだと思います。で、毎日必ず見回りをしてですね、罠が正常に作動することを必ず確認してください。で、毎日見回ることでですね、箱罠ですので、どんな動物がかかるか分かりません。狙ってない動物がかかって罠の中で死んでしまったりですね、怪我をしてしまうなんて事故が起こるといけませんので、罠を設置されたら必ず毎日見回りを、責任を持ってしていただいてですね、アライグマの捕獲に努めていただくと。で、その時必ず罠が正常に作動することも確認しておくとですね、アライグマが来た時に取り逃がさなくて済むよっていうことになります。で、アライグマはですね、数日に1回、訪れます。はい、ということで捕獲完了ですね。アライグマは毎日毎日罠のところに来るわけではなくてですね、数日に1回フラッと自分の行動圏を周回するような特徴を持ってますので、フラッとやってきた時に罠が適切に作動しないとなかなか取れないということになります。
美味しい餌を安定的に供給しておくことで、フラッと来た時の捕獲効率を高めることができると。で、しっかり今は餌を吊り下げた式のタイプの罠ですけども、手前に餌を引っ張ったら扉が閉まって、しっかりと捕獲完了できたよっていう映像になります。まあ、捕獲をできるですね、このイメージを頭の中に置いて捕獲活動をすると、捕獲しやすくなると思いますので、こんな映像を頭の中にちょっと留め置いてですね、実際の捕獲をしていただければと思います。捕まったアライグマはですね、殺処分をできるだけ早くしていただきたいと思います。罠の中に長く残すことで、事故の発生確率も上がりますし、逃走されるリスクっていうのも非常に高まります。で、よくやるのがですね、捕まえたら隣の、おばあちゃんとかちょっとね、火があってたから見せてやろうとかって呼びに行って、帰ってきたらもういないとかっていうことがよくあるので、できればですね、早めに殺処分持って行って、その上でですね、後で携帯のスマホの映像とかでこんな風だったよっていうのを報告するぐらいにしてほしいなと思います。で、万が一ですね、その場を離れなきゃいけないところ、時は、こうやって左にあるように、かんぬきとか入れてですね、もう扉が絶対開かないように処置をするとか、で、持ち運ぶ時もですね、こうブルーシートにくるんだりして、暗がりを作ると動物落ち着きますので、安全に処置をしていただきたい、速やかに処置をしていただきたいということになります。で、運んでいくときね、ブルーシートとかしないと、こうやって肘関節までバーッと出てきますので、3センチ角ぐらいのね、隙間から出てきますので、持ち運ぶときに引っかかれたりね、噛まれたりしないように十分気をつけていただきたいと思います。捕まえた後なんですけれども、まだ新しい足跡が、更新されるよとか、さっき言ったように捕まえたのが子育て中のメスだったり、幼獣だったりして、まだ周りに間違いなくアライグマがいるって分かってる時はですね、捕獲を継続していただいたらいいですし、いやいや、もう新しい痕跡がないなっていうことであれば、一旦ですね、捕獲を中断して、新しい情報が得られるまではちょっとお休みをすることをお勧めします。で、あんまりですね、罠をずっと長いこと外放置しておくといろんな事故が起こりますので、効率の面からもですね、安全性の面からも、無駄に、長いこと罠を設置しないってことを、推奨しています。で、アライグマですね、まあ野生動物なんでもそうなんですけど、どんな寄生虫とか病気持ってるか分かりません。ですので、アライグマの捕獲作業されるときはですね、こういう病気のリスクがあるっていうことは常にですね、頭に置いて作業していただきたいと思います。日本にはね、1950年代で絶滅したことになって、この狂犬病ウイルスとかね、北米では非常に重要な媒介動物として知られてますので、今後ですね、どんな病気が入ってくるか分かりません。今現在どんな病気が持っているか分かりませんので、そういったことも踏まえてですね、捕獲作業をするときは衛生管理、衛生面の管理、しっかりとしていただければと思います。じゃあ具体的にどんなことをするべきかということなんですが、まあいろいろですね、防護服で身をくるんだりも、提唱されることはあるんですが、まあ最低限のことをしていただきたいなと思います。一番大事なのは、とにかく作業中の飲食、喫煙をしないということだと思います。経口感染って言ってね、口から入る病気一番多いですから、作業をしているときは、ちょっと我慢していただいてね、物を飲んだり、タバコを吸ったりっていうことを控えるようにお願いします。で、あと、不用意に捕獲動物に近づくと、さっきみたいにバンと言ってですね、噛まれてしまったり、引っかかれたりすると、そこから病気感染することありますので、不用意に近づかないし、人を近づけないということです。で、作業が終わったら必ず石鹸を使って手洗いをしていただいて、洗剤を使って作業着の洗濯をしていただければと思います。まあ、作業着なんですけど、他のものと一緒に洗っていただいても構いません。日本の界面活性剤、非常にね、優秀なもの使われてますので、しっかりと洗剤を入れて洗っていただければ結構です。で、万が一ですね、作業中に負傷してしまったり、なんか具合が悪くなったなと思ったら、医療機関受診していただきたいんですが、その時必ずですね、野生動物の捕獲作業をしてたよっていうことを伝えてほしいと思います。単なる夏風邪みたいにして処理されるとね、後で重篤な、ことになっていけませんので、抗生剤の投与とか必要になりますのでね、必ずお医者さんに、野生動物の調査をしてて具合が悪くなったんだよっていうことを、伝えてほしいと思います。で、これ捕獲のポイントになります。まあ、後でですね、今のまとめになりますので、ゆっくり見といていただけたらと思います。